東京は後楽園ホール。さあいよいよ今回のメインイベントであります。黒田、ガンノスケ、金村、マンモス、この FMW が現在誇るカルテットが登場してまいります。いやもう考えられるだけで現在のですね最強の4人ですね。そうですね、 としましてはね、これで負けたら実況の公開ですからね、ということは考えません、はい、さあ4人がやってまいりました。階段席に登場しています。いやー斉藤さん気合入ってますね、これ4人ね。でもね、その、まあ、WAR 効果というかですね、ついにこう FMW がファンも含めてですね、はい、一丸となったっていう、なんかそんな瞬間ですよね。この4人が一枚岩になりまして、そして FMW のため、あるいはハヤブサのためにこれから戦おうとしています。相手はなんといってもあの強敵 WAR 軍団、一枚岩にならざるを得ません。久しぶりにこれ4人でやるんじゃないですか、ね、黒田戻ってますね、息がぴったりであります。いや、 やっぱりファンも一緒にね、戦うっていうかね、なんかそんな感じですよね。あの対抗戦の醍醐味ってこれですよね、ファンの皆さんも拳を突き上げています。金村が最後から堂々とベルトを引っ下げて入場してまいります。黒田、ガンノスケ、亀村、そしてマンモス。いやーでも本当負けられないですね、このメンツで ね、この4人を出して負けたらやっぱり先ほどね平塚さんおっしゃったように崩壊につながってしまいますからね。いやもうそうだと思いますよ、いや非常に頼もしい4人であります。まるで四天王、そんな感じをこの映像から皆さんも感じ取っているのではないでしょうか。FMW の誇る4人が入場し終わりました。さあそしていつものように雷鳴が轟いています。天竜、冬木、嵐、北原の入場であります。しかしでかいですからね、相手はね。この4人組としましてはプロレス界1でしょう、多分。そうですね、これだけでかいね、サイズのある選手ってもう今いないですもんね、はい、いや厳しい戦いになると思いますけどね。そうでしょうね、はい、さあ場内にサンダーストームの雰囲気が充満いたしました。その中まず先導してくるのは冬木であります。永久コミッショナー冬木、そしてやってまいりました嵐北原、さらには天竜であります。総大将天竜、いやでかいでかい、でかい、やはりリングが小さく感じられます。本当ですね。いやでもね、これ気遅れしなきゃいいですけど、まあそれはないと思いますけどね。いや普通の選手だったらね、こんだけのメンツ目の前でやっぱり普通ビビりますよね、マンモスに続きましてミスターガンノスケ、いい表情です ね、金村もいい表情をしています。そして最高黒田、テープが乱れ飛んでいます。まずはテクニシャン北原光輝、さらには嵐、このデカさ、マッチョバディ冬木、そしてミスタープロレスです。さあ試合が始まりました。すごいすごいすごい激突、まずは FMW から突っかかってきましたね。いやこれはもういいですね、ガンガン行った方がいいですよ、はい、さあそして残ったのはマッチョバディ冬木と金村金太郎でありますが、おお金村吹っ飛ぶ、いやすごい吹っ飛ばない吹っ飛ばない、久しぶりになんか鳥肌立つような緊張感ですよ。いや本当そうですね、足をかけました冬木も、こういったも修羅場、冬木はですね大舞台に慣れてますからね。そうですね、もうあの一昨日の武道館でもね、前年の世界最強タッグであの決勝トーナメント敗れましたけど、はいはい、もう最後まで首位で残りましたからね。そうですよね、はい、さあマッチョバディと金太郎の対決になりますが、場外では天竜
助けですね。これもすごい、これもすごい。うわー、岩之助の電流。いや、頑張ってますね。うわー、すごい。このチョップ、この元に炸裂しています。もうちょっとこれ 目のやり場に困るというか、どこを見ていいか、一箇所でやってほしいですよね。いやー、でもね、どの嵐に行きましたね。どの絡みもですね、目離せないですよ。あのこれ4つにしてシングルにして、それぞれがメイン張れるシングルになりますよ ね、 すね、返しました。あ、これで終わっちゃったら面白くないぞ。よく返しました。嵐とマンモスのなんか相撲対決みたいなのもいいですね。いいですね、いいですね。さあ北原、キャプチャーのテクニックを見せてくれるか。ガンドシが軽く吹っ飛ばされました。黒田、前回この天竜と激突いたしましたが、今回も吹っ飛ばされる。これちょっと場外で分悪いんですかね。いやいや、もう一人で、うわすごいよ。天竜残ってる、残ってる。天竜にすごい、あー、マンモス捕まりました。マンモス捕まりました。そして、いやー、すごい試合ですねこれ。ね、場内では金村が捕まっています。前々回この天竜さんがですね、はい、消火器投げ球をおっかなかったですね。怖かったですね。今日も怖いですよこれ、放送席にいてもうすくみ上がりましたもんね。いや、震えました。出す言葉を失ってしまいましたが、その天竜の迫力にも負けずと、前回は黒田がぶつかっていきましたが、ちょっと金村が捕まっちゃいましたね。捕まっちゃいましたね、ですね、はい、さあこの展開だけ避けたいですけどね。嵐が出てまいりました。このデカさ、嵐でかいな。体重では多分4人のうち一番あるんじゃないでしょうか、うん、そうです ね、 ね、ありますね。この軽々としたボディスラム、エルボーを落としていきます。でかいな。いや、うわ、なんとか返しています。この嵐のですね、あのコーナーからのダイビング技っていうのはすごいですよね。いや、あれは止まんないですよね。あれは殺人技ですよね。そうですね、掟破りと言いましょうか。あれはもう禁じ手にしてもいいぐらいの迫力があります。後楽園では使い使ってますからね。 やったですよ。あれはもう止まんないですよね、お、エルボーを返しました。ようやく金目からマンモスです。マンモス、さあマンモスが大声援を受けて、すごいぜ、出てまいりました。マンモスには頑張ってほしいですね。本当ですよね。さあマンモスも心を一つにしてこのカルテットに入ってまいりました。よっしゃ、いやー、ボディースラム1個でこんなに湧くコーラケホルモン、久しぶりですよ。いやいやいや、おっと、力道山自体じゃないんですからね、ボディースラムだけでって、いや、それだけお客様も期待してるんですよ、マンモスに。そうですね、はい、ガンノスケが出てまいりました。さあガンちゃんとマンモスが合体しました。スタンピングです。そうですね、集中攻撃はいいかもしれません、ね、いや、そうですね、お、めっちゃ良かった。あ、お、あ、足殺しですね。ね、足だ足だ、足殺しに来ました。さあそしてリング上はもう睨み合いが続いています。お客さんの心も一つになりました。いや、もうお客さん総立ちです、リングサイド。おお、北原がまたひるまず行きますね、やっぱりね。北原もこういうライブ強いですからね。本当ですね、強いところを見せていますが、さあ問題はこのリングの中で決着をつけねばなりません。ガンノスケの登場か。いや、ちょっとした隙見せてもね、すぐペース奪われますからね。そうですね、大阪、ガンノスケ気合い入ってます。いや、こんなに怖いガンノスケ強いですね。ね、いや、本当ね、きちんとなってますよ。なってますよ、なってますよ。最近あの女性の方もね、ちょっと今現在立ってるようですからね、彼女もいた2人が1人になり、その1人とも最近はうまくいってないようです。なぜならばハヤブサのため、そして FMW のために頑張っているガンノスケ、自陣に持ってきたところでタッチを仰ぎました。持ち上げたのは金村です。北原狙いっていうのはいいかもしれないですよね。なるほどね、北原狙いで、そして一番サイズではね、一番小柄ですから、常にやっぱり2対1というか4対1というか、そういう状況をね、持っていかないと厳しいですよね。持っていって、やっぱ勝利をただぜひ取ってほしいですね。 WAR の面々もですね、じっと来ないいるわけじゃないでしょうからね、ここはまた難しいでしょうね、はい、チャンスの時にやっぱりいかに分断するかというね、そういったタイミングもかなり必要になるかと思いますが、マンモスが挑発してる。エルボーをかましていきました。おー、グーか、あ、いいですね、エルボー、うん、エルボー、グーか、エルボーですね、エルボーですね。このサイズではマンモスが勝っているようです。さあ勝ちましたよ、ましたね、マンモスね。マンモスが仁王立ち。さあマンモスの力の見せどころです。ダブルナックルを落としていきましたが、カウントマンモスがね、そんなに大きく見えないところがすごいね。そうなんですよね、この吉田専務がかつては肩の上乗っちゃったほどの、ね、はい、でかさですから、
だったら嵐の上だったら吉田専務2人3人も軽く乗れちゃうということになりますよね。あのゲゲゲの鬼太郎の目玉の味ぐらいになっちゃいますからね。まさにまさに。いいエントリー。わーよーし。いやこれはいいですよ。いいでしょう。いいでしょう。もうこの試合に関しては、ね、逃げ切りましたよ。そうですね今 ね今冬木の顔がちょっと変わりましたよ。スタンピング頭にこのキックを目いっぱい持っていきます。堂々と前からあれは反則だろい。斉藤さんそれも OK、 その発言 OK OK。 おお天竜がしたね。天竜がんばすけだよ。いけいけ、おいけ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 。さあチョップのすごい天竜がチョップの攻撃を仕掛けていく。さあラリアットだ。そして天竜がバンボスいけ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 。すげえ。カルテットが素晴らしい攻撃を見せています。いや素晴らしい連携でしたね。ねえ、おおスコーピオンだ。超新天竜だまるであの人が超新天竜さん5年前の東京ドームみたいですね。いやこれはすごい。ブーイングブーイング入ってきた。ダメだよ。いやお客さんも完全に全員が FMW ファンですねこれね。一体ですね。一体となりましたね。しかし立ち上がってますね天竜。いやこの打たれ強さ、この人のボディはただものではないのを皆さんご存知の通り。あ、場外いっちゃいましたね。ちょっとこれ危ない。場外はまずいですよ。金村金太郎残っている。誰に今喧嘩、嵐を引き出してまいりました。金ちゃんのね、金ちゃんのハードコア見たいですね。見たいです ね机出しました ね行きますね。金ちゃんのハードコア見たいな。もう今日に限ってはやっぱりね、やっぱりちょっとハードコアの凄み見せつけてあげたいですよね。逆転、おー首筋、首筋逆転、逆にやられちゃいましたね。そして天竜がんばすけショルダースルーであります。やっぱりサイズがあるっすな。すごいですねこれはね。あ武器だな、ね、マッチョボディー大暴れ。がんばすけ捕まっちゃいましたね。がんばすけ怪しい。天竜に捕まっちゃいました。今1対2です。がんばすけ1対2。これ厳しい。嵐が登場してまいります。さあ嵐もでかい。嵐が一番でかい。振り回して戻ってくるぞ。うわこれはすごい。たまんないですねこれね。いやこれは、あ後頭部ちょっと打ちましたね。ね今はアメフトのオフェンスラインみたいですね。ガンノスケが吹っ飛ぶ鉄のシーンなんてのはなかなか見れないけど、壁が目の前に立ち下がっています。ガンノスケの表情が駆動している。苦痛にあえいでいます。あれなんかやってますね冬木がね。コーナーでサンバックル外してますよ。あ嫌な予感がします。嫌な予感がします。ガンノスケに、ガンノスケ頑張れ。おヘビーなブレンバスターであります。カウント入れる。危ない危ない危ない。マンモスが来ました。ちょっとガンノスケ動きですね。あ完全に動き止まってますねこれね。危ない危ない展開であります。脳震盪ですかねさっきのね。あ持って、あ今外れてますねこれね。金具が、あの鉄のフックがむき出しになっています。うわっと今蹴りを放っているのは天竜だ。天竜のこの狂気のキック、いや容赦ないですね今日ね。前回も鬼の形相とはこのことですね。シューズがもう暴れまくっておりました。鬼4人に囲まれてしまいました。本来鬼はこのガンノスケを挟むんですが、一発で終わり。いや逆に怒らせた取り出しこれ。あーなるほど。あー天竜出てきました。とどめに行った。とどめに行けました総大将。天竜強いな。さあ引きずり起こして逆水平。来た。喉仏が破裂したか。この逆水平ピンポイントで入りますね。しかしね、いや一瞬のうちに呼吸止まっちゃいますからこれね。おそらくですね、波のあのレスラーでしたら斉藤さん一発でこれ決まりでしょう。いやもう、ね、ノックアウトでしょう。フィニッシュですよね。ガンノスケ横へ。すごい音だ。顔が壊れる。
顔面破壊の容赦のないキックであります。ってことするんでしょうね。もう今額か目の中か。あ、切れました、切れましたね。狙いすまして、平然としてますから。切れましたね、ガンノスケ額切れましたね。額切れました、今のキックですか。ラリアット至近距離、全く容赦がありません。気持ちに一部の隙もありません。天竜源一郎、あ、すみません、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。構えてますよ、構えてますよ。起き上がったところ、ラリアットでしょうか。ガンノスケコール、あーっと、容赦のないキックが、ま、つま先がね、目に入ってますよ。ねえ、頬骨を叩いています。ガンノスケの顔がパンパンに跳ね上がっています。あれ耐えてますね。ねえ、あ、耐えてる、耐えてる。よっしゃー、いった、入ったか、入った、入った。ミスタープロレスの股間を吸収。よし、もうこの試合に関しては何でもあり OK ですからね。あー、冬木来た。冬木は初めてじゃないですか、リング上で一番美味しいところを持っていくね。とんでもない男ですね。とんでもないやつです。これだけの目を、おー、危ない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 。これだけの目だね。まだね、ガンノスケ自力で返してますよ、全然大丈夫。出ました、冬木スペシャル、冬木スペシャル。どうだどうだ、あーっと結構入ってますね、結構入ってますが、まだカットに行かないところを見ると、まだ大丈夫でしょう。大丈夫ですね。マンモスが一応入ってきました。これはカットします、これはカットしました。一回流れ変わるためにガンノスケ変わった方がいいですね。ちょっとガンノスケタッチした方がいいですね、これね。向こうも変わりましたよ、北原が出てまいりましたね。ガンノスケはちょっと今タッチしどきなんですけれども、何しろ起き上がることができません。北原のキックってやっぱすごいですね。そうですね、シャープさを持ち合わせています。非常にキレがあります、このキック。またコーナーに連れて行かれます、またコーナーだ。あー、これまだ鉄がむき出しになってますでしょ。あー、なってますね。さあ、これでガンノスケちょっとピンチかな、危ないな。あー、情け容赦ないですね、このまま。今ね、こめかみのあたり狙ってたでしょ。これもう、こちらの軍団の殴り込んでって引きつり返してもいいんじゃないですか ねこれ一人にしておくと天竜さん の、 危ないですよ。あの攻撃ってのは一つ一つなんかこう、うん、悔しいぐらいにこうピンポイント狙ってきてますね。はずれがないですよね、攻撃ね。遊びの攻撃ありません。殴る蹴るだけでね、あれだけダメージが出るんですけど、すごいですよね。珍しいですね。まだ技という技出してないですもん ね。いや、横浜でもね、そうですよね、はい。まあ、天竜さんに言わせるとあの逆スイが技なんだと言うかもしれませんが、はい、流れ蹴るだけでね、まあ、あれだけのダメージを与えて沸かせるってのはやっぱりすごいことですよね。もう単純なピュアな、ね、大蹴しか出してないですもんね、はい、これはすごいです。おーっと、ガンノスケ粘った、粘り腰ボディアタック。さあ、タッチの、タッチしどきだ、タッチしどきだ、タッチタッチしろ。あーっと、動けられるか。もうガンちゃんも意地が、意地が、意地でしょうね、これね。ガンノスケのプライドです。投げ落ちました。カバーに行ったのか。いやいやいや、いやーってきた。さあ、最高が出てまいりました。最高黒田ラリアット、サウスポーが爆発します。そして北原も行った。今度は嵐の番だ。あ、嵐はダメか。嵐は返せ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 、ダッキング、よし返せ、よっしゃ。今度はマッチボディ、雰囲気相手に串刺しだ。そしていいラリアットね、ノーザンライト、行った行った、素晴らしいバネをしています。お、天竜じゃないですか今、あれ違うか、うん、天竜に行くのかなと思ったけど違いますね。あ、てっちゃん勝った、てっちゃん勝った。あーっと、雰囲気が迎え撃ちます。飛んで火にいる最高黒だね。てっちゃん勝った、行きますよこれは。あ、返しますかねこれ ね、はい、ほら来た。ダメです、ダメです、なんてこったい。あー、すごいですね。返せるか、なんとか返しました。いやいやいや、危機一髪、べっちゃん勝った、見たかったんですが、これもキレ、エルボーで側頭部狙い撃ちまして、さあ、ダッキングされた、投げ捨てジャーマン。いや、冬木もまあでもスタミナまだありますね、うん、ありますね、ないですね、さあ次はマンモスだ、マンモスだ、よし、この際冬木からスリーカウントってのもいいんじゃないですか。あ、いいですね、あれリング上でマンモス天竜ってみたいですね、こういうところはうまいですね。あ、大丈夫か、ちょっと肩から落ちましたね、はい、今ね嵐が出てまいりました。
ナーに振ります。これひるんじゃダメですね。がっちり入りますね、この辺りはね。よっしゃ、カウンター、カウンター。そしてよっしゃ、フライングラリアット。倒れない。なんだよ、今浅かったんでしょうかね。いや、そんなことないですね。どんどん行ったんですね。倒れるまで行ったんですよ、これ。よっしゃ、カウンター成功。さあ、もう一回黒田。さっきはできなかった、ね、この黒田が。うわパワースラムか、今のは。嵐もよく見てますね。すごいですね、相手の動きを。田原が出てまいりました。いやでも WR 組の動きいいですね。いや、いいですね。パワーボム、危ないぞ、これ危ない。すごくコンディションも良さそうですよね、源選手。もう最強ダックリングはね、2日前に終わったばっかりですからね。そのままの勢いで来てますからね。残ってるんですね。あ、これはいいタイミングに。最強タッグではもう台風の目でしたもんね。そうですね、代々木組は。あのまま優勝してもおかしくなかったですよね。やっと来ました、やっと来ましたね。やっと来た。決勝トーナメントで負けましたけど、優勝した武藤太陽系組から公式戦で勝ってますからね。さあ今度はお、爆山ですか。行きますね、爆山。よっしゃー、ナイスな入り方をしました、爆山。このまま一気にペース持ってきたですね。小刻みにタッチして爆山スペシャルでもいいし。さあどうするか、エルボーをかましておいてロープに飛びます。ボディにカウンターをもらってしまいました。そしてキック、金ちゃんがやしい。金ちゃん天竜、金ちゃん天竜。またまたピンポイント。うわ、鋼のような腕ですよね。もう一発、コーナーポストで殴りかかってくるようなそんな感じでありますが、危ないぞ、これは危ないぞ。肉体だけでハードコアですもんね、これね。肉体ハードコア。いや、おお、また出た、垂直落下でありましょう。鮮やかであります、これぞブレンバスター。本当に肉体競技ですね。そうですね、もう一つの肉体競技、マッチバディが空を飛びます。おお、鮮やか。おお、そのまま、あ、チャンスチャンスチャンス。冬木さんがあれですね、フライングボディアタックを見せるときってのは、もう燃えてるんですよね。勝負時ですよね、勝負するときはやるんですけどね。そしてガンノスケ、ガンノスケが今度は空を飛ぶ。よっしゃ、ガンノスケのミサイルキック発射。そしておお、お客さんがこれに呼吸しましたね。これどうだ、サンダーファイヤーかわされてしまいました。円錐切りだ。いや、こういうところですよ、うまいのは ねエプロンからの円錐切り。お、また出たか。さあ、それぞれの選手が分断にかかります。分断だ、残るのは誰だ。あ、これちょっとピンチですよ、危ないです。残るはガンノスケ。ガンノスケ、これちょっとまずは北原、この状況嵐が行った。嵐がいけない。続いて雰囲気だ、入んないとこれ。そしてスーパーパフォーマンスね。ああそうですね。そして天竜はどういう役割なんだ。スーパーパフォーマンスから落としてエルボーで戻ったから、そのままだ、そのままだ。カットですか、カットですか、カットです、いやいや、天竜が一枚残ってるというのは怖いですよね。ねえ、優遇として天竜さん、まだまだですよ、だって全然ねえ、汗ちょっとかいてるぐらいですからね、はい、そうですよ。あ、危ない危ない。カウントは2です。なんとかかい、お、おたけびラリアットか。さあもう準備段階に入っています。発射スタートした。おお、こらえた、こらえた。おお、頑張ってくれた、頑張ってくれた。だろうですね、本当ですね、やってくれました、芸術品、見事この雰囲気から取りました。この天竜の顔、お、天竜がマイクを取りましたよ。おい、ガンノスケ、
今日は良かったよお前ら、うん、これでな早さもね安心して入院できるからこれからもっと頑張れ、うん、いつでもお前らのプラスがいい加減になったらまた来てやるからな、またか。おお、おお、なんとでかい人ですね。いや、男気ですね。男ですね。